ビジット70点。1週間おじいちゃんおばあちゃん家に行くことになった姉と弟。シックスセンスのシャマラン監督作品です。低予算の映画ですが、やりたいことやれてる面白い作品でした。手持ちカメラ、隠しカメラを使った何番センチかわからない撮影方法を撮った作品なんですが、兄弟が初めて訪れる場所に一緒に行ってるようなライド感あり、このおじいちゃんばあちゃん頭おかしいんじゃないっていう生々しい追体験ができます。ツボを押さえたナイスなホラー映画要素満載で、一緒に見た人と語らずにはいられないと思います。直球変化球織り込む不気味伏線が効果的で楽しめます。終わってみればこれ何でもありだろうっていうずるいオチだったんですけども、まあ、これだと笑うしかないですよね。中身はあまり調べずとっとと友達を見てください。怖いのに笑えてくる、なかなかナイスなホラーサスペンスでした。